シモン・アーダームは、ハンガリー・シャルゴー・タリアーン出身の、元同国代表サッカー選手。JLA 東 FC 所属。ポジションは MF。双子の兄弟であるシモン・アンドラーシュもサッカー選手。主に守備的ミッドフィルダーとしてプレーする。ユース代表では 2009FIFAU-20 ワールドカップにおいて3位獲得に貢献した。2011年夏に、 イタリアの US チッタディパレルモに移籍した。しかし負傷の影響もあって、リーグ戦には1試合も出場できず、翌年1月に加入したマッシモドナーティの保証として、AS バーリに期限付き移籍となった。2017から18シーズンにより、パクシュエスイーと3年契約を締結した。サイモンインプレシキィと AL バリウ、S チッタディパレルモシとフィチャーレイ2012年1月24日。 NBI メグタロールタ J クラビュート A ハリダストルトボスアリペンバーネメチスポーツ2018年5月20日閲覧ありがとうございます